じゃあラスト残ったのはログでございます。で、y イコールログ x の微分なんですけど、その前に復習しましょう。x の3乗を微分すると 3x2 乗、まあ係数は1で x 乗しましょう。 x 乗を微分すると x、 まあ1乗です。 x の1乗を微分すると0、 x の0乗、定数ですからね。じゃあ定数を微分すると、あ、すいません、急ぎました。そのまま0です。え、定数1や、はい、1やろ。そしたらマイナス1乗を微分すると、定義通り x、 マイナス x、 マイナスこうなります。だからマイナス1が落ちてマイナス、まあまあこれマイナス、まあまあ一応だから一数が落ちるということです。いいですか、いいですね。これマイナス1が落ちてマイナス、じゃあマイナス2、マイナス x のマイナス、こうなります。そしたらここで興味があるのは3210-1-2です。210-2-3です。微分してマイナス1になるのはないです。でしょ。で、これは言うまでもなく、このグラフはこれ y' です、ね、こういうグラフですね。y グラフするんですかね。したら傾きがこうなるグラフってどんなグラフか。ゼロに近い時は無限大にでかい傾きで、どんどん傾きは小さくなり、どんどんゼロに近づいて、けど負になる、うん、そうダッシュ、 y ダッシュっていう、ここ接線って何ですか。要するに例えば y イコール 2x2 って微分したら y イコール 4x でしょ。あ、これね、したらこうなって、こうなったら0までは傾きは負だ。あ、そうや。で、0で傾きは0、0より大きいだけ傾きは正当たってですってことでしょ。 y' って傾きでしょ。で、これ y ですね、高さですね。したらダッシュが傾きがどんどんでかく、でかい、大きいけどどんどん小さくなって最後は0に近づくけど負になることはない。どんなグラフか、まあここに書いちゃってるけどログですね。こうでしょ。0に近いとこ傾きがめちゃくちゃ激しい。これ傾きのグラフ y ダッシュ、 y ダッシュ傾きのグラフで、ずっといける下がることはない。だからログの微分はそっくりです。いいですか。いいですか。ただ問題はここは E になります。で、なんでかというと、っていうのはさっき言った話で、y イコール、x 分の、すいません、 x 分の1、これ、まあ、y' ですね。 f' x が x 分の1です。ってことは f' 1は1なんですね。1の時の傾きは1ですね。そうでしょ。 f ダッシュ、 y ダッシュが x 分の1ってことは f ダッシュ x は x 分の1だと。だから f ダッシュ1は1だと思います。そしたら傾きがここが1になっとかないといけない。あ、1の時、1の時は1になる。で、ちなみにこれの逆関数はこれですよ。したらちょうどさっきの話じゃないけど、0の時の傾きが 1のやつ、これすみません、本当は平行なんですよ、これ。E、そう、E な、E しかダメ、E しかダメ、まずこれ本当は平行ですからね。だからこれは E なんです。あ、だから必ず E を取る、 E な、いいですね、こうなります。で、そこで疑問なのは、じゃあ E じゃない時どうなる。まあ、例えば 60x の時の微分はどうなるの。その時はまず定の変換をします。こうですね。で、こういうの微分ですね。で、これは定数です。で、これが変数ですね。で、
これの微分は別に数な超え数っていうか、まあ、ただ何倍だ何倍だから何倍という部分はそのまま残します。でこれの微分は x 分の1です。だから答えはこれになります。ログ x は x 分の1ってなってるでしょ。ログ x の微分は x 分の1でしょ。ログ x の微分は x 分の1でしょ。ああ。でしょ。ログ x の微分はね、こうなります。よろしいですか。だからあとは点の変化をしてみます。最後ドタバタでしたけど大丈夫ですね。です。